8番のナビゲーター最後に向かって全場が収まりました。スタートしました。ニクソン鉄道路がやや後方になりましたが、まずは好スタートの各馬前に広がっているが、3番サトノフェーバーと1番コスモシーユージュ2頭が抜けました。2馬身が空いて6番コーオージュレップ、5番メディクス、その外から7番ローゼンサムライです。あとは4番ニクソンテソーロ、2番フォーカスオンミー、最後方8番ナビゲーターで 1000m 標識を通過。8頭が2コーナーに向かっています。先手は1番コスモシーウルフが奪いました。上田正史です。1馬身ちょっとのリード。2番手が3番サトノフェーバー、徐々に接近。3番手に5番のメディクスです。2コーナー回って800を切りました。2馬身遅れて4番ニクソンテソーロ、6番のホーオージュレップが並んで、その後に7番のローゼンサムライ、後方は開いて2番のフォーカスオンミーと8番ナビゲーターです。全体は縦長になりました。最後600を切って3コーナーカーブに向かっています。1番のコスモシーウルフ、体半分のリード。外から並びかけていこうという3番サトノフェーバー、2馬身差、内から差を詰める5番のメディクスが3番手、その後4番のニクソンテソーロ、6番フォーオージュレップ400切りました。その後に7番ローゼンサムライで第4コーナーのカーブ、前の2頭並んでくる1番コスモシールフと3番のサトノフェーバー、内から5番メディクス、さらに外から4番ニクソンテソーロ上がってくる。直線コースに向いて残り200を切りました。サトノフェーバーが先頭2馬身のリード、外から4番ニクソンテソーロが伸びる、内は5番メディクス3番手、その後1番コスモシールフが4番手100を切りました。さあサトノフェーバー、外から4番ニクソンテソーロ、最後は2頭並んで合理。3番手5番メディクス、あと4番手が1番コスモシールフ、最後はニクソンテソーロが出たか、内が3番サトノフェーバー、2頭抜けての接戦となりました。